江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちらサッカーの話題なんですけど、ワールドカップの予選で警告が中国牽制のためわざとタイに負けるのではないかと中国が提起しているんですね。はい、じゃあちょっと詳しい内容見ていきましょう。くーちゃんお願いします。正直この程度なら小説でも書かないと思う。新国メディアが警告が新国代表チームを牽制してタイと W 杯予選で力を抜くことができると主張した。新国の祖父は2日警告時間、警告サッカー代表チームが新国サッカー代表チームを意図的に牽制するためにわざとタイとの W 杯予選試合で力を抜くことができるとし、わざわざタイに勝ち点を獲得させ新国を脱落させることを防がなければならないと主張した。そういうこと。新国サッカーは最近質的な低下に苦しんでいる。00年代初めから半ばまでは警告、日本、サウジアラビア、イランのような国々の下には位置していたが、最近は確実に遅れをとっている。11月の国際 A マッチ直後に発表された FIFA ランキングで新国は79位で、オマーン74位より低い。アジアサッカー連盟 AFC 加盟国の中で新国は全体11位で、2026国際サッカー連盟 FIFA 北中米 W 杯でアジアに配置されたチケット数 8.5 枚を考えればどれほど弱いかがわかる。実際新国は最近世代交代の失敗によって代表チームの平均年齢が30代を超える状況だ。新国は警告、タイ、シンガポールとともに2026国際サッカー連盟 FIFA アジア地域二次予選 C 組に属している。第1戦のタイ遠征で2-1で勝利したが、第2戦のホームで警告に0-3で完敗した。これは歴代の K 中戦最多得点差の敗北だ。客観的な戦力をもとにすでに警告は論外の存在だという評価。対戦勝利も内心警告戦勝利を祈願していた新国も現実を自覚し2位争いに集中している。警告遠征で負けても大差へ捕まえれば無難に3次予選まではいけるということだ。タイと新国の2位争いは続く。まず3月の国際 A マッチでタイと警告とホーム遠征2連戦、新国はシンガポールとホーム遠征2連戦に出る。新国が相対的な弱体国と対戦するが、タイは組で1強と評価される警告と激突し、日程の難易度にも差がある。このような状況で、新国では荒唐無稽な主張が続いた。祖父は警告が強いのは事実だ。しかし、新国戦でも審判判定の恩恵を受けなかったとは言えない。警告との試合で審判が正常なことはありえないとし、2002京日 W 杯を忘れるな、と卑下した。明白な敗北にもかかわらず判定に対する不満をぶちまけた祖父は、警告は強い、それで組1位は無理だ、ホーム試合でも0-3で敗れた、それなら現実的に組2位に進出しなければならない、したがって警告は無視してタイを超えなければならないと強調した。このような状況で祖父はとんでもない陰謀論を提起した。このメディアはタイを遠征で捉えたので、警告は新国が有利な立場に立ったと考える。しかし油断してはいけない。警告サッカー代表チームが過去に新国にしたことを考えると、故意にタイに勝ち点を与えて警告を脱落させようとする可能性もあると妄想を続けた。中国を脱落させる。祖父は警告がタイと2連戦で何をするかわからない、そのようなことを避けるためには無条件シンガポールを両試合とも制しなければならない、そしてタイとのホーム2次戦でも勝てば警告がいくら我々を牽制しようとしても3次予選に行けると主張した。一言で言えば、警告が新国を牽制するためにタイとの対決でローテーションを稼働したり八百長を試みることもできるということだ。そもそも牽制する理由もないが、警告もまだ3次予選進出を確定していないため誰が見てもとんでもない主張だということがわかる。警告戦が終わった後、審判判定をめぐる議論からアジアサッカー連盟 AFC が組織的に新国を牽制するという荒唐無稽な陰謀論を続けてきた新国。さらに警告が新国牽制のためにタイを相手に勝ち点を故意に明け渡すことができるという水準以下の主張で自らを泥仕合に入れている。
はい、という記事でございました。それではですね、こちらに対して警告の反応を見ていきたいと思います。はい、それではですね、一人目こちら。アンナチアン家C国の別称に飼い主として使えるサハ2716。平山村の誰かがこの記事を嫌がります。23中ムンジェインのこと。K国のスポーツ記事は政治の知識が必須。あれくらいなら知能が問題。130。やはりチアン家はチアン家だ。小説書いてるね。わら120。いらん。女がアイドルを牽制するのと同じですね。111。古代妄想は精神疾患です。かわいそうで下品なチアン家。90。この子たちのおかげで笑って生きていけるね。わら、80。14億の総威力には追いつけないね。本当に負けてあげよう。わらわら、81。最弱をどうして牽制しなければならないの。わらわら、70。3カ国128カ国に増やしても、C国はいけないよ。虫はただの虫だ。70。面白いのは、共産党がやらせた行動だということ。自意識過剰は悠久の伝統だね。70。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきましょう。はい、ということでね、皆さんはどう考えてますか。新しい言い訳発動ですか。タイにわざと負けてそのまま予選落ちすればいいのに。わざと本気でやっても負けるんじゃね。いやいや、買いかぶっちゃいけないよ。わら、普通に負けるまであるから。わらわら、実力でもタイに負けるかもね。おいおい、実力で負けたらどうするよ。親方にわざと負けろって言われたんか。これがわざとじゃないんだよな。テコン VS 少林寺は楽しいから真剣勝負してくれよな。危惧しなくても普通に K国が負けることもあるよ。今の K 代表はやってみないとわからん。わら、他国の悪口言って気持ちよくなってる場合じゃないんじゃない。この記事読んで、K国に対して怒りをたぎらせてしまえ。スポーツは、そんなに甘い考えではまだまだですよ。かっこ、笑い。AFC も、中東と C べったりだからね。W 杯予選では、さすがに、VAR 判定はありますよね。タイ、煽るじゃねえか。やってやろうか。でも、タイって、K国と抗菌紙が流行してるんだっけ。W プークスクス。大丈夫、下半身すっぽんぽんで出ればみんな逃げるから勝てるよ。八百長やったら二度と国際試合に出すなよ。宗主国様からのお仕置きかな。わら、審判とか反則とかばっかり考えてルールのことはまともに考えない人間はスポーツに参加する資格はない。ピッチの外の方が盛り上がるね。本屋のおっちゃんなんか言われてるよ。わらわら、古代妄想の国同士がお互い指差しかな。わら、治安家は小説だけどお前らはファンタジーだからな。ちょっとチーコクさん、オタクの属国が虫呼ばわりしてるで。わら、フンミンさん、とってなむけが人多くてな。負けそうだから今からアピールしておくか。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。